皆さんこんこにちはクレアです今日はこちらにありますセリアさんのミルフィムソックヤンとニューマリーナブークレこれを使ってバッグを編んでいこうと思います。 まずこちらのご紹介ですけれどもこれはニューマリーナブークレー31番ですねカラーナンバーがーが 100%25g31m 使用のかぎ針は5号から6号の指定ですまあ普通のオフホワイトのブークレーの糸になるんですけれどもこれを1本取りで編んでいきますでそれからこちらミルフィムソックヤンですね カラーナンバーはこちらは、えー、と1番ですアクリル 100%35g 玉の105メートルで使用のかぎ針が4号から5号の指定ですこういった感じの濃い色とか混じったのそれから茶色でグレーブルーグレーみたいな色ですねこれのえっ、ー、とまあ 即4なんですけれども、皆さんも普通にバッグとかで編んでらっしゃるんじゃないかなと思います。本当は靴下とかですよね。ベーストとかセーターとか、まあそんな感じのものを多分編むとしても一本取りで編んでいくのが多いんじゃないかなと思うんですけれども、すっごい前々から気になってたことがあって、これを うんと、二本取りで編むにしても、色を揃えて編むとどうなるんかなっていうのがすごい気になるんですね。で、前、あの、バックインバックで一本取りで編んでるのもあるので、多分あんな感じにはなるんだろうなとは思うんですけれども、二本取りで、まあ、バックを編んで合わせていくとどうなるかなっていうのがすごい気になってて、コミュニティにもね、一回私出したことがあるんですけれども、その時に、ちょっとめんどくさいかな、みたいな感じで書いてたんですけれども、今回はまあ、そういった感じで、 うん、編もうと思って、ちょっと挑戦しようかなと思いました。はい。で、今これ、色味をね、ちょっと合わせて出してあるんですけれども、こういった感じで出してます。こんな感じも、ここからこう、色合ってると思うんですよ。ここからがこんな感じで。一方はこれぐらい出してるんですけれども、片一方の方がそれまでしか出してないってやつですね。で、これ、色を合わせていくのもすごい簡単なので、 やってみると意外と簡単でした。はい。こんな感じ。こっちの方が結構多めに出てて、こっちが、まあ、ちょっと出しただけになってるんですけれど、裏を見ればね、わかるんですよ。最初にズボッと出した色、どちらかをですね、見ていただいて、まあ、ンとか、これブルーとコンが混じってるんですよね。これが濃いンで、ブルーのところがあるんですけれども、それを見てもらって、ブルーのその前、 に何の色が出てるかっていうので私は基準を決めました。ブルーのこの1個前がね、こういうふうな薄い混じった色なんですよ。っていうことは、ここじゃないですか。その前に茶色が来てるので、ここになるので、この部分を基準にしたらいいなっていうのがまず1個分かると、次出した時にそれをまあ探してったらいいだけです。はい。なので、これブルーの1個前っていうかもうこれがブルーになっていて、 その一個前が茶色になってるんで、あ、ここだっていうのがもうすぐ見つかるんですね。なので、このブルーの最後のところと茶色の最初のところ、これをこう合わせてずーっとたどっていって、ここら辺ぐらいから始めるっていう感じで、これも後でまた使えるので、 なので心ここから始めるっていう感じにしていったらいいかなと思って編んでいこうと思います多分ここれ靴下だからううやって出ると思うんですよ綺麗にけどバッグだと結構あの周囲が大きいので多分こんな感じには出ないんですけれども合わせていくとねちょっとどんな感じになるのかっていうのがすっごい気になってて最初に出た時もそれで編むかなと思ったんですけれども合わせるのが面倒くさいかなって <laughs> 思ったんですよ。うん でも、一本取りで編んだ時も、まあ一本取りで大変だったんですけれども、あのバックインパックの時にね、一番最初にこのミルフィムソックヤンが出た時に、二本取りだし、まあ最初だけ合わせたらもう簡単かなと思って。あと、細編みで編んでいくので、あのこのマリーナブークレもそこで使うんですけれども、もう細編みです。今回、細編みだけ。でも簡単に、もう初心者さんでも編めれるような感じにしていこうかなと思います。 はい。これが糸のご紹介です。で、それから必要なものはこちらになります。段数マーカーととじ針とハサミはいつも通りです。で、かぎ針をマリーナブンクレーって5、6だったんですけれども、まあ、2本取りで編んでいくのと、まあ、指定より大きくても全然大丈夫なので、7、5針4ミ、mm、リ。こちらを使って、では今から編んでいこうかなと思います。 はい。それでは7号針を右押しをして編んでいきます。で糸端は糸処理できるより、まあ、短めでも大丈夫です。編みくるんでしまうので,で、ここから鎖を16目編んで、それから細編みの往復編みを編んでいこうと思います。はい。鎖を16目編んできました。で長さを測ってみると、 端からら合わせると、だ、まあ、いいいいたの長さになっています。はい、ではここから往復編みで編んでいこうと思います。はい、それでは往復編みなんですけれども、細編みの往復編みだけなので、鎖を一つ立ち上げて、1、2目目のこの裏山、ここにかぎ針をまず入れて、で、細編みを一つ編みます。 で往復編みで編んでいくんですけれどもわからない方はこんな感じで段数マーカーをつけてみてください。でまた裏山一つ一つを取って細編みを最後の目まで編んでいきます。はい端ままで細編みを編みみを入れてきししたそしたそら同じように ですねいつもと同じように鎖を一つ立ち上げて裏を向けて根元のところからまた細編みを始めますで、また往復編みでわからなければ細編みの頭にダンスマーカーをつけてみてくださいで端まで編んででまた鎖を一つ立ち上げてっていう感じでここみたいんですねで編んでいくっていう感じで往復編みでずっと何段か編んでいこうかなと思います はい、16目スタートの鎖で31段細編みを往復編みで編んできました大きさを測ってみると横幅がだいたい1 7ンチぐらいで縦が1 0ンチちょいぐらいの長さになっていますでここからまあいつも通りにぐるっと一周細編みを周りに編み入れてから側面に入りたいと思います はい。ぐるっと一周、細編みを周りにあれから編み入れてきました。そしたらですね、次、上の段なんですけれども、上の段も、また一周は細編み増し目なしで編んでいきます。で増し目なしなので、まあ、普通に鎖一つ立ち上げて、根元から細編みを編んで、で、段数マーカーをつけて目印にしておきます。で、前段の細編みの頭一つ一つに細編みを編み入れていけばいいので、まあ、目数的にはそのまま。 になりますそれでぐるっと一周細編みを編み入れていきますはいぐるっと一周編んできましたあと1目残ってるんですけれどもここの未完成の状態の時にミルフィムソックヤーンで一度引き抜きますこれ日本取りで合ってるようにしてるんですけれどもこれで一度引き抜いてでこっちの糸もまた後でカットして細編み編んでいくだけなんですけど編みくるんで編んでいきます でその状態で最初に編んだ細編みの頭に入れて両方とも2本取りの糸端とこちらの、えー、マリーナブークレこれを上に乗っけて引き抜きます。はい、で糸を変えれたのでこっちのミルフィム側編んでと次編んでいこうと思います、はい。それでは先にこちらの糸も同じ長さに揃えてカットしておきます。 で鎖を一つ立ち上げて、もう本当に根元のところから編みくるみながら細編みを編んでいくだけです。で、段数マーカーを最初に細編みの頭につけておいて、次の目に入れて編みくるみながら細編み。で、次の目編みくるみながら細編み。という感じで、もう本当に細編みだけ編んでいくだけになるので、お好きな高さですね。 になるまで細身を編んでいきますはいここまで順調に編んできましたどうでしょうかちょっとね混じってるところちょっとずつ出てきたんですねでちょっと編んでてもここのところがすごい開きがあるようになってきたので1回合わすような感じでちょっとカットしようと思いますこっちの方が長いのでこっちを えとカットしますねちょっと前ぐらいでカットしちゃいますもうちょっとこのところを合わしちゃってもうここで切っちゃいますねその方がやりやすいですね一緒に合わせてカットしちゃいますうんでここから始められるような感じにしたらいいのでちょっと一番最後のこの細編みのところほどきますえっ、ー、とどこだここですね もうちょいこれぐらいほどこうかな。で合わせてちょっと置いておきますねここに。でこれぐらいちょっと残ってますこんだけ。なのでここで1個細編みを編む未完成の時この時にもうこっちのところとこう合わせてでこれでえっとかけてこう抜いてもう描いちゃいます。でこっちの方は編みくるめばいいので。 でえー、とここに入れてまあ普通に編みくるみながら編んでいくっていう合わせ方でしちゃいたいいたと思いますそうするとまたこうあってくと思うんですけれどもまた途中であとも,もうこれだけなんですけど多分これではいけると思うんですけど次の2玉合わせて編む時にもそんな感じでちょっとずれてったらカットして今みたいな感じでやるっていう感じで 一応合わせるのが私の目標なんでそういった感じでちょっとやってきますねはいこんな感じで高さを出しして編んできました下から測ってみるとだいたいどれぐらいかなと思うとえっ、ー、とこの白の切り替えの部分までで1 7ンチぐらいになっています。 でこの上にまたニューマリーナブークレでこうちょっと編んでいく分があるのとあと糸がですねこっちの方がちょっと少なくなってきたんですねでもあの途中で糸をこうまあ引き出してから合わせるような感じにして編んでいるのでこれぐらいまあ残っているんですけれどもうんでも高さ的にはいいかなと思うのでここでこちらミルヒムソックヤンは終わりにしたいと思います。 1> で1目ここ残ってるんですけれどもまた1目の時に糸を変えてでまたつなげて編んでいこうと思います。はいそれでは最後ののの細編みままた一抜抜ききき時にニューマリーナブークレでで度引き抜きますでこっちはもう使わないのと編みくるんでしまおうと思っているのでまあ、一緒ぐらいの長さに合わせてカットしました。 で一番最初の細編みに入れて2本を上に置いてからこれで引き抜きます。はい、これで糸が変えれたのでこちらのニューマリーナブークレで細編みを編んでいこうと思います。はい、それでは鎖を1つ立ち上げて根元から2本を糸端をですね編みくるみながら細編みを編んでいきます。 はい、糸を変えてから2段細編みを編んできましたで、今こうやって段数マーカーつけてるんですけれどもこれから持ち手を編んでいこうと思いますで、段数マーカーの位置ですけれどもこれは全体の目数が98目になっていますで、98目の半分ってことは49目になるので、まあ、こういった感じでパキッと折ってもらって結構遮光してると思うんですけれども真ん中ぐらいこう綺麗に均等になるような感じにピキッと折ります で右端とか出ると思うんですけれども、右端のところにまず段数マーカーをつけてもらって、その段数マーカーのすぐ隣から数えて49目目のところにまた左端ということで段数マーカーをつけておきます。で、49目の半分っていうことは割り切れるんですけど、まあ、24.5目ですごく中途半端になるんですが、私はと段数マーカーのすぐ隣から数えて24目,目のところに段数マーカーをつけました。 ですすねつけてありますで持ち手の位置はこの真ん中の段数マーカーの左右から数えて9目目のところに私はつけておきました。でここから細編みをちょっと何段か編んでっていう感じにしようと思っているのでこの幅ですねも考慮しながらっていう感じになります。いいつもだった2 2段段段とか1段ぐらいなんですけれども今回は うん、結構編もうと思ってるのでこう持ち手をするためにうんなのでちょっとそういうところも考慮してここの爪ですね真ん中の左右から数えてここの爪につけておきましたはいでは今から持ち手をこれから編んでいきます はい。それでは、ここのところから鎖をこう編んでつけて、それからこの編み上がりのところから細編みをずっと編んでいくっていう感じにしていきます。で、これ今、2玉目を使ってると思うんですけれども、3玉目、新しい玉ですね、出してもらって、これで編んでいきます。で、まずは段数マーカーがついているところ、ここのところにかぎ針を入れて、で、引き出してきます。 で、この糸をちょっとぐるんと右にこう一回ねじって置いておきます。糸処理できるよりちょい短めでも大丈夫です。もう私はこれぐらい結構残しちゃいましたね。もうちょっと短めにしようかな。にしておいて、ここから鎖を1と数えて鎖を編んでいきます。で、裏山に 1>, 1目めの今の裏山に段数マーカーをつけておきます。はい。で、ここからだいたい、うん、とこう持てるような感じにしたいと思うので、うんと、30目ぐらいと思ってるんですけれども、30目鎖を編んでいきます。今1つ編んだので、あともう29ですね。はい。では、編んでいきます。 はい。鎖を30目編んできました。で、30目目の裏山にもダンスマーカーをつけて目印にしてあります。で、ダンスマーカー、もう一つ端の方ですね、持ち手のところ、ついているところに入れてもらって、引き抜き編みで取り付けます。引き抜いてから、もう一回この、かかっているループを引き抜く。で、こっちの方も糸処理ぐらいに残してカットします。 で、スルスルっと抜いて、また同じ目のところに入れて、裏から針を入れて、これをね、裏に出しておきます。で、ぎゅっと。はい、これで一つ付けられたので、あともう反対。こっちのところも同じような感じでつけていってみてください。はい、持ち手を二つ付けてきました。で、一目目と最後のまあ、鎖の目の裏山にはダンスマーカーを。 それぞれ透けてありますで今から編んでいくんですけれども,もう普通に1段目は細編みです鎖を一つ立ち上げて根元からまず一つ細編みで段数マーカーをつけておきますでこの段数マーカーのちょっと前までですねここまで細編みで編み進めていきます はい、最初に編んだところからずっと細編みを編んできました。で、これ最初の持ち手の付け根の部分になるんですけれども、これが付け根のところ。で、これが1個前なんですけど、この1個前と段数マーカーついているところを2目一度にしようと思います。まずはここに入れて引き出して、で、段数マーカーついているところに入れて引き出してきます。で、この3本を2目一度なのでかけて一気に引き抜きます。 これで2目1度になりました。そしたら、この2目一度したところに段数マーカーを目印でまたつけておきます。またここのところ2目一度で減らし目するので、つけておきます。で、次の裏山に入れて、で、糸端も編みくるみながらもしようと思ってるので、これもかぎ針の上に置いてもらって、これで細編みを1つ。っていう感じで、今度裏山を取って、 で最初の内山糸端を編みくるみながら、編み進めていきます。はい、持ち手の反対の方まで編んできました。そしたら、こちらも二目一度したのと同じようにしていきたいと思います。まずダンスーマーカーついているところ。ここに入れてもらって。で一度引き出してきます。でこの根元のところは無視して、次の目。 この目に入れて編みくるみなのでこの糸端を上に置いてそれで引き出していきます。で、この3本をかけて一気に引き抜きます。これで2目一度できたのでまたここのところに段数マーカーを目印につけておきます。はい。で、その隣からはもう普通に編みくるみながら細編みを編みます。で、また反対のところに来たら今みたいな感じで 両端ですね。持ち手のところ、こっちとこっちと同じような感じをしていただいて、ここのところも減らし目を減らし目をして二目一度をしてぐるっと編んでいくっていう感じで編んでいきます。はい、ぐるっと一周持ち手を編んできました。では次上の段に行きたいと思います。まず鎖を一つ。 立ち上げて根元から同じような感じで編んでいきます。はい、二目一度したところまで編んできました。そしたらここ二目一度したところを抜かしてまた二目一度します。なので段数マーカーついていたところの両隣ですね。引き出してきてここがえっと二目一度して。 ダンスマーカーついていたところ、その隣、ここのところに入れて引き出してきて、また2目一度押します。で、ダンスマーカーをまた戻して、で、今度はもう細編み一つ一つにここは入れてもらえばいいので、このまま端のもう一つの持ち手のところまで編んでいきます。はい、ここからずっと持ち手のところ編んできました。そしたら、またここも同じような感じで2目一度押します。 2目一度したところ、ダンスマーカーが付いていると,ところの両隣です。右のところで1つ抜かしてここですね。左ここのところを2目一度で。また減らし目をします。で、ダンスマーカーをまた目印にして付けておきます。で、またこの上の段も2目一度するときにはこの右と左ですね。そこのところをしていきます。 でまたこんな感じでぐるっと一周編んでいきます。はい、持ち手のところを4段編んできました。で、こんな感じでまあ、立ててもらったりとかして高さを見るともうこれぐらいが一番、うん、いいかなと思うのでここで終わりにして周りを引き抜き編みで編んでいこうと思います。それでは引き抜いたところのすぐ隣から 引き抜き編みをスタートしていきます。で、段数マーカーを半目のとこにつけておいて、で、隣の目に入れて、引き抜く、隣の目に入れて、引き抜くっていう感じで、引き抜き編みでぐるっと編んでいきます。はい、最後の目まで引き抜き編みで編んできました。そしたら、 糸処理も兼ねて、ここもチェーンつなぎをしちゃいたいと思います。で、抜いてもらって、段数マーカーのついているこの半目のところに入れて、で、もう一回、引き出したところ、ここに戻します。 で、これでチェーンつなぎができたので、そのまま後ろでも糸処理もしちゃいたいと思います。 はい。キワで切って完成です。で、あとまたですね、ここのところの持ち手をちょっとこう、こういった感じで引き抜き編みで仕上げていきます。はい。それではここの引き抜き編みをする前に、糸処理で、まあ、多分全部編みくるんでいるので、ここのところカットしておきます。キワのところでカットして、で、つけるのなんですけれども、 真ん中のあたりをちょっと出してもらって、右左4目ずつをこう引き抜き編みにしようと思います。で、真ん中のところを出すっていうのも、ここですね。こんな感じで折りますね。こうやって折って、で、こうやっていくと真ん中が出ると思います。で、真ん中のところに段数マーカーをつけておいて、で、両端のところを 出すにはこの4目ぐらいなのでこの真ん中の隣から12344目ぐらいこの真ん中の隣から12344目,目ぐらいとでからまた同じく単数マーカーの左1234目,目ぐらいですね隣1212344目,目ぐらいここのところを引き抜き編みをして。 こう、つけるような感じにしようと思います。はい。それでは、ちょっと引き抜き編みをするより、も少しだし、かがった方がいいので、もうかがっちゃいますね。2倍ぐらい。1。2倍、2倍ちょいぐらい。2倍半ぐらい残して、カットします。で、これを使っていこうと思います。 とじ針に通したら、このところがずーっとこう、お迎えさんになるので、このところをこう、合わせるような感じですよね。と1、2、3、4。だからここですよね。ここと、ここを合わせるような感じにしようと思います。で、こういった感じ、持ちやすいような感じにします。で、前面をもう取ってやろうかなと思うので、 引っかからないようにちょっとと注意しないと引っっかかっちゃうんですよねここのところがどうしても細編みの頭に入れてでまた戻してキュッと締めておきますこっちは糸処理できるぐらいに残しておきますもうちょっとこっちかなはいで,できたらその隣の目に入れてもらって 頭のところ入れてもらって、こう、かがるような感じにして編んでいきます。編むというか、かがっていきます。 はい、端までかがってこれました。そしたらもうここで糸処理なので、この今のところ、かがったところ、もう一回ここかがっとこうかな。端だけちょっと2回かがりますね。で、この間のところに、こう、糸をシューッと渡します。もうこれで終わり。はい、こんな感じですね。でも、キワで買っト。 で、同じように反対方向もこの中にシュッと入れるだけにします。はい、できました。これでちょっと持ちやすくなったので、反対も同じような感じでしていきます。はい、こんな感じで最後まで仕上げてきました。で、中のところも糸処理してあります。はい。で、最後に 大ききさだけ測っていきますそこのところはあのそこ編んだ時にお伝えしたのと同じ大きさになってますのでお伝えはしないんですけれども横幅がだいたい3 0ンチぐらいですね。で縦のここの入り口上から下までが1 8ンチぐらいで持ち手から測ってみると2 4ンチぐらいの大きさになっています。でもななんかね夏っぽいよようう感じにしようと思っ でまあ、タッセルとかもつけたりとかしたんですけどこれはあの余ってる糸でタッセルつけてそれからこのコードですよねコードとビーズは100均のダイソーさんのものです、うん、家にあったやつをもう使ったような感じですねで持ち手のところも持ちやすいし白で合わせてあるのでほんと夏っぽいですよね色味がこれ単色で見るとちょっと秋っぽいかなと思ったんですけど白を持ってくることによって夏っぽくなったなと思います はい、こんな感じで中身も結構映えるような感じだし持,ち持つところもこうここかがってあるので持ちやすいのと腕ににも描きやすす。いいいい、っっててう感じになっていますはい、今回はこういった感じの、えっと、ミルヒムソックヤン2本取りで合わせて編むとどうなるかっていうのをまあ検証じゃないですけれどもちょっとあのしたかったのでこんな感じで編んでみました。よろししけければ編んででいいただけると嬉しいです。 はい。今回の動画はいかがだったでしょうかこの動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。